あった。このアクキ限定品らしいし、高く売れそうだな。売った金で限定ガチャやるぞ。ゲーム課金のために人のものを盗んで売ろうとした男子の末路。見て、当選したんだ。ウサインボルトのアクキー。おお、おめでとう。この前応募してたやつ？そうなんだよ。抽選で5人にしか当たんないやつでさ、泣いちゃうくらい嬉しいよ。ウサインボルトグッズ結構集まってきたよね。ゆりこさんは何かハマってるものはありますか？やはり筋トレでしょうか。そうそう、最近は特にウエスト周りをもう少し鍛えようと思ってて。ウエスト周り、さらにスタイル抜群になりそうなのです。モカちゃんがハマってるのはネイルだったっけ？はい、今日は温かめな色のネイルにしてみたのです。いいね、暖色系も可愛い。ありがとうなのです。ドット君はやはりゲームですか？まあな。ドラゴンマイスター？ドラゴンの舞台作って陣取り合戦するやつ。トスト君もそれやってるの？僕もなんだ。おう。課金？夢中君もゲームやるんだね。やってるイメージなくて意外に思っちゃった。勉強の息抜きにやるようになったんだ。そしたらそのゲームのドラゴン育成システム、陣取り合戦の駆け引き、重厚なストーリー、どれも面白くってさ、大ハマりしちゃったんだ。分かってんじゃん。今レベルは30。タスタ君は？さっき60になった。え、すごっ。てかタスタ君の国めちゃくちゃ充実してる。このゲームなかなかレベル上がらないのにすごいね。多少課金したからな。課金？そっか、僕は勇気なくて無課金だからさ。俺もそんなつぎ込んではないけどな。無課金でも十分楽しめるだろう。まあそうなんだよね。はあ、休憩するか。ログインボーナスゲットしなきゃな。タスタ君、課金してるって言ってたな。確かに課金したらガチャもたくさんできて、アイテムも手に入るし、ドラゴンの強化もすぐできる。少しだけやってみようかな。ガチャを1日の制限超えて回すのに5回200円。パンとかおにぎり一つ我慢する程度でできちゃうのか。しかも必ず1回は特殊アイテムが当たるって最高じゃん。1回くらいならやってもいいよね。やっちゃった、初めて課金しちゃった。あ、もうガチャ使い切っちゃった。安いし、もう1回だけ課金しようかな。もう1回、あと1回だけ、最後にもう1回。タスタ君、これ見てくれないかな。レベル65？僕も課金してみたんだ。そしたらレベルがあっという間に上がってさ、タスタ君のレベルを超えちゃったね。おう、そうか。それじゃ授業の準備があるから。自慢しに来ただけかよ。なんであんなに対抗心燃やしてるんだろう。もかもわからないんです。勇気なくて課金してないって言ってたのに。相当つぎ込んでるぞ、あれは。タツタ君を超えたのはいいけど、もっとレベルの高いユーザーはたくさんいるんだな。って、限定ガチャイベント、こんなの始まってるの？やるしかないでしょ。でも小遣い分は使い切っちゃったしな。あー、金が足りない。今すぐ課金したいのに。タツタ君、それはワイヤレスイヤホンですか？おう、修理出してたのが帰ってきた。あのイヤホン高そうだな。いくらするんだろう。って何考えてるんだ。でもあれを売ったらゲームに課金できる。次音楽室だよね。うん、そろそろ行こっか。タッタ君、寝てないで行きましょう。めんどくす。タスタ君、不良っぽいし、物がなくなっても誰かからの報復とか思われておしまいだよね。これを売って
お金にしちゃえば。ソータ、次の授業の予習した？確か当てられる日だよ。何もやってない。あ、イヤホンがね。授業で教室を移動する前まであったのに、どうして？取られたか。黙ってれば気づかれない。大丈夫だ、何も反応しなければバレない。ざっと教室見たけどないね。なくなったもんは仕方ねえし、バイトなりして買うしかねえかもな。もうちょっと探してみよう、見つかるかもしれないし。いつまでも手元に置いておくのはまずい。放課後になったら早く売りに行かなきゃ。タッタ君のイヤホン見つかると良いのですが。あ、リユースショップ。そういえば部屋に棚を追加したかったのです。ちょっと覗いてみるのです。家具以外にもいろいろあるのです。これはタッタ君と同じイヤホンなのです。そのお店にシュンのやつと同じイヤホンがあった？似ていただけだとは思うのですが、入荷したばかりと書かれていましたし。そうじゃないと思いたいけど、売られてたってことなのかな。マジかよ。売っちゃえばもうこっちのもんさ。意外とバレないものなんだな。まだ金が欲しいな。獅子原くんの悪気、確か限定ものとか言ってたよな。この後は教室移動だし、その時に。あれ？ない。何が？ウサインボルトの悪気、どこかで落としちゃったのかな。ショックだね、限定のやつだったんだよね。うん。まさかそれも盗まれたとか。確かに限定品なら高く売れそうですし。もしかしたらまた同じ人が？もしそうなら絶対捕まえる。おう、売りに出す。このお店なのです。本当に来んのかよ。あ、誰か来た。あいつは。まさか夢中くんが？ソータ、まだ出て行かない方がいいよ。本当にソータのものを持っててお店で売るかどうか確かめに行こう。タッタくん、イヤホンがあなたのに。俺のっぽいな。この悪気売ります。まあまあいい値段ですね。昨日のイヤホンはまだ売れてないのか。俺のアクキーもシュンのイヤホンも売ったのは夢中くんだね。知らない。待て。悪い。私が行く。止まって。くそ、別の道に。お前逃げてんじゃねえぞ。ソータ落ち着いて。分かってるよ。おい、なんで盗んだんだ。課金のためだよ。どうしてもやりたいガチャがあって。だからって人のもの盗んでいい理由になるかよ。お前課金中毒になったんだな。今すぐ買い戻してこい。でも、もう課金しちゃってて。ああ、関係ねえよ。お前が責任持って取り戻せ。はい、バイトでも何でもして金作ってすぐ買い戻してきます。リセット。金って稼ぐのこんなに大変なのか。しんどい。でもこうやって稼ぐのが当たり前なんだよな。頑張らなきゃ。タスタ君、シシャラ君、これバイト代入ったから買い戻してきた。おう、早いな。短期集中でやってきた。お店の方にも事情を話して商品売られないように取り置いてもらってたんだ。無事返せてよかった。お疲れ様。この前は本当にごめんなさい。あのゲームは消したよ、囚われすぎてた。それと学校や僕の親に言わなくてよかったの？僕、君たちにひどいことをしたのに。物はちゃんと帰ってきたし。ま、取り憑かれてたんだろ。今の夢中くんはいつもの夢中くんって感じだしね。その後夢中くんはソータにおすすめされたのもあり、勉強の息抜きにはゲームをするのではなくスイーツを食べるようになったそうです。みんな、俺たちのブロマイドもうゲットしてくれたかな？全国のファミリーマート、ローソンでゲットできるよ。今月の動画で俺たちのデコレーションブロマイドを紹介していくよ。たくさん応募してくれてありがとう。どんな風にデコレーションしてくれたのかな。それじゃあ紹介していくよ。まず一人目はペンネームももさん。無垢のブロマイドをデコレーションしてくれて嬉しいのです。レースとバラがすごく可愛いのです。
よかったね、モカちゃん。ももさん、ご応募ありがとうございました。2人目はペンネーム雪だるまさん。月と星のシールがかわいい。わあ、私のブロマイドをデコレーションしてくれてありがとうございます。雪だるまさん、ご応募ありがとうございました。次の動画でも当選した人のデコレーションブロマイドを紹介するね。楽しみだね。またね。今日の動画はどうでしたか、タクタくん。いや、俺に聞くなよ。そんなことよりこの動画のオープニング曲を紹介するぞ。タクタくん、チャンネル登録するのです。いや、だから俺に言うなよ。チャンネル登録よろしくなのです。